私の気持ちをお姉ちゃんに伝えたの初めてだから。公平が一緒にいてくれたおかげだよ。でもこれからは一人で頑張らなくちゃいけないんだよね。私にできるかな。今までお姉ちゃんの見よう見まねだったし。うん、ありがとう。音楽を一人で作ってみたいって話したら、お姉ちゃんが送ってきた。初心者にはこのセットがあれば十分だって。パソコンにつなぐの？全然わかんないんだけど。わーい、ありがとう公平。じゃあ早速。機能が多すぎて何使っていいかわかんないや。くれた本難しすぎてよくわかんない。コード進行って何？うん、見る見る。明るい曲だとメジャーコード進行で、暗い曲だとマイナー進行ってことかな。やっぱり動画で見るとわかりやすいね。私もアニメばっか見てちゃダメだな。よし、早速 C メジャースケールのコードを弾いてみよう。英語わからないね。ねえ、コウ君、クマちゃんどうしたの？最近ずっとこんな調子だけど。
何かアルバイトでも始めたんですか？あ、もしかして。鎌倉先輩、アニメとか見るって言ってたので、その新番組チェックしてるのかなって。アニメの追っかけも大変ですよね。夜明けちゃんがあまり無理しないように小津谷さんが見守ってあげてくださいね。ま、何かに夢中になるのはいいことだよね。そうだ、私も今度展覧会に絵を出すことにしたんだ。いや、まずは入選しないと飾ってもらえないからさ。あ、クマちゃん起きた。おはよう。なんか気持ち悪い。え、先輩大丈夫ですか？わかんない。寝起きのせいかな。眠気覚ましにちょっと自販機行ってくる。あれ、おかしいな。足に力が入らない。大丈夫だって、これくらい。軽い貧血みたいね。睡眠不足まだけど、夜明けちゃん、ちゃんと食べてないんじゃない？こんなになるまで無茶するなんて、一体何やってたの？いや、公平くんを責めてるわけじゃないのよ。それはさすがに無理でしょう。四六時中面倒見るなんて。誰にもできないんだし、あんまり自分を責めすぎないの。夜明けちゃんは夜明けちゃん、公平くんは公平くん。なんだから、自分と夜明けちゃんの境界線は、きっちり引いておいた方がいいわよ。そう。あなたたちは別々の人間なの。一心同体じゃないの。そこをわからないと、恐ろしい目に遭うわよ。恋は亡霊みたいなものなのよ。恨めや。あ、起きた。調子はどう、夜明けちゃん？まあまあかな。寝たら元気になったかも。あんまり無理しちゃダメよ。あと、ご飯はちゃんと食べなさい。前向きに検討する。ありがとう。お大事にね。ごめん。なんかさ、曲作ってるとご飯とかお風呂とか睡眠とかどうでもよくなっちゃって、ずーっと音楽に浸っていたくなっちゃうんだ。覚えることがいっぱいだしさ、寝てる場合じゃないって思っちゃって。いやー、でもなんか楽しいけどしんどいね。
ちょっと行き詰まっちゃってさ、いろんなこと考えすぎて頭がパンクしそうになっちゃって、それで気力でなんとかしてたのがなんとかならなくなっちゃったみたい。でもさ、早く曲作っちゃいたいし、休んでる場合じゃない。なんでも？じゃあ、浩平を枕にさせて。うん、浩平を枕にして寝るのが一番落ち着くんだ。見てみた熊のぬいぐるみ枕が欲しくってさ、こういう格好で寝ると大の字になれて気持ちよさそうって思って。はぁ、これ落ち着くな。私、ずっと公平に触りたかった。この間、その前の週末も結局してないし、学校でも私、いつも寝ちゃってたし。だから、公平成分が足りないんだ。うん。だから私、ヘロヘロになっちゃったんだ。よし、しよう。そうだね、なんか頭に溜まってたぐちゃぐちゃしたゴミみたいなのがちょっとすっきりしたかも。なんかね、どうしたらいいのかわかんなくなっちゃってさ。今までは遊び半分でお姉ちゃんの機材を借りて適当に作ってただけだったけど、いざちゃんと作ろうと思ってあれこれ勉強したらどんどんわからなくなってきたんだ。私は何を作りたいんだろう、どんな音楽をみんなに聴いてほしいんだろうって。音楽と向き合うってすごいしんどいんだね。やるよ。しんどいけど楽しいの。こんなの初めて。なんか花壇の草むしりと似てる。基礎になる部分をしっかり整えないと綺麗な花は咲かないんだ。え、本当に？いやー参ったな。私名言を生み出しちゃったよ。えらい？本当に？身近な誰かか。私、公平に子守歌を歌ってあげたいな。うん、お姉ちゃんが私に歌ってくれたみたいに
公平に気持ちよく眠ってほしい。あんなのでいいの？あれ、適当だよ。そっか。そこまで言うなら、あれにする。私、今から曲作り直す。明日じゃダメだよ。今、わーっと浮かんじゃったんだもん。しっかり捕まえとかないと。あ、公平は寝ててもいいよ。付き合わせちゃ悪いし。うん、わかった。あ、公平、おはよう。よく寝てたね。いやー、私の歌で気持ちよく眠ってくれたみたいだし、本望だよ。まあまあ、公平が世界で一番初めに聞くお客さんだから大丈夫だよ。はい、私から公平へのプレゼント。本当？よかった。本当によかった。だって嬉しいんだもん。公平がずっとそばにいてくれて。寝顔を見ながら曲を作れて、それを公平に聴いてもらえて、世界一好きだなんて言ってもらえて、私、幸せすぎて死んじゃうかも。ぐしょぐしょだね。いつも寝巻きにしてる T シャツでよければそこにあるよ。できたからサイトにアップしようと思ってる。いざとなると怖くなっちゃって。
私の曲、みんなに聞いてもらえるかな。下手くそって笑われないかな。そっか、ありがとう。でもやっぱり怖いな。ねえ公平、お願いがあるんだけど、私と一緒に曲をアップしてほしいんだ。私のマウス握ってる手の上に公平の手を乗せてボタンを押して。やったね。ありがとう、公平。手伝ってくれて。公平がいてくれたから、この曲はできたんだよ。本当にありがとう。タイトルを決めてなかった。何にしようかな。公平に捧げる子守歌。じゃあ、ダメだよね。それもどうかな。クーベルチュって何？おー、おいしそう。なんて意味だろう。へえ、コウヘイ、見て見て。毛布、包むものだって。うんうん、公平は天才だ。じゃあそれで行こう。はあ、登録完了。なんか公平にタイトルをつけてもらったから二人で作ったって感じがして嬉しいな。たくさんの人じゃなくていい。世界中の誰か一人にでも届けばいいな。私の子守歌。
るからそっちに行っていい？どうしても公平と話したくて。うん、今から行くね。兄さん、こんな時間にどこに行くんですか？そうですか。雨が降ってるみたいですから、傘を持っていってくださいね。傘持ってくるの忘れちゃって。ねえ、それより聞いて聞いて。私が作った曲がね、ミュージッククラウドのレコメンドコーナーで紹介されたの。うん、一番に公平に伝えたかったんだ。でも家でじっと公平が来るの待ってたらおかしくなりそうだったから、今すぐ公平に会って報告したかったの。寝てるとこ起こすのも悪いしさ。ああ。なんかコメントもたくさんついてるし、嬉しいな。なんて書いてあるのかわかんないのもあるけどね。英語以外も勉強しないとな。知らない人たちがこうやって私の曲を聴いてくれてる。顔も名前も知らない私の曲を聴いて眠ってくれてるなんて。うん、ねえ公平、ありがとう。公平がいたから私はここまで来られたんだよ。ありがとう。はあ、やっぱり公平は私の枕。うん、毛布かも。安心毛布って言うんだって。ツバメが言ってた。ぎゅーっとしてると安心するの。だからずっと一緒にいたくなる。でもそれじゃいけないのかも。私いろんなものに頼りすぎてるから。
お姉ちゃんやツバメ、それに公平だから一人でも立てるようになりたいって思ってるんだけど、どうしていいかわからなくて。いいの？私、公平の役に立てるかな。それならよかった。あんまり自分を責めすぎないの。夜明けちゃんは夜明けちゃん、公平くんは公平くんなんだから、自分と夜明けちゃんの境界線はきっちり引いておいた方がいいわよ。そう、あなたたちは別々の人間なの。一心同体じゃないの。そこをわからないと、恐ろしい目に遭うわよ。公平、何考えてるの？なんて言われたの？哲学的なこと言うな。でもなんか言ってることはわかる気がする。私も昔はお姉ちゃんがいないと死んじゃうって思ってたけど、ツバメがいて、トウコやアイカやリクやナナコがいて、みんな大事だけどさ、その中で今は公平が真ん中にいるっていうか、そういう感じ。二人で立ってるけど、困った時は支え合うっていうか、うまく言えないな。とにかく、そういうことなんだと思う。それは教えてくれたのも、公平だよ。だからきっと、大丈夫。今度は、公平のやりたいこと、私も一緒に探させて。どうしたの、公平？もう、しょうがないな、公平は。公平、ワイルドだな。えへへ、好きなくせに。あ、お姉ちゃんからなんか来た。こんな夜中に何だろう。って、向こうはもう朝なのかな。あのね、お姉ちゃんが私の曲、すっごくクールだって。これって最高の褒め言葉だよ。うん。お姉ちゃんに音楽で認めてもらえるなんて思ってなかった。すごいよ。それとね、今度は泥棒猫くんだけじゃなくて、私とも一緒にセッションしてほしいなって。ねえねえ、前から思ってたけど、なんでお姉ちゃんは公平を泥棒猫って呼ぶの？
本当にお姉ちゃんと一緒に曲を作ってみようかな。そうだね。ねえ、浩平。その時は、こうやって一緒にいてね。もしかしたら、お姉ちゃんのところに行くかもしれない。その時もついてきてくれる？一度やってみたかったんだ。じゃあこっちからもう返しだ。